あこんにちはごめんちょっと遅れましたトークショーねえ755でしか書いてないけどもうメールにも書かずにやっちゃったこんばんは夜できたらやりますね多分やらないかもしれないけどそしてお話し会なのでねあーイベントありがとうこんにちは メンバーがすごく豪華でしたね。うん、配信見てた。ありがとう。こんにちは。こんにちは。トークショーありがとうね。見つけられたよ。うちゅはとかいっぱい。ありがとうございました。ああ。こんにちは。うん、うん。ちょっと七五五に一言言って始めちゃったけど。 まあみんな通知取ってくれてるでしょうってことでイベント行ってありがとうね結構見つけられためっちゃ熱かったんですけどてかてかみんなの方がさもっと熱いよねトークイベント現地行きましたねわかったよ気づいたよ本当に一瞬だったけどあ闇のあやっていう文字見えたよ <laughs> こんにちはこんにちは 本当に一瞬だけどねねいいいっぱい人いた、ね、なんかあんな感じだと思ってなくてびっくりした後ろの方の人見えてたのかなねえやっぱ暑かったよねなんかさ絶対みんなも暑いと思うけどさステージ上もさなんかライトが直撃だったんですよ左側の方からそのライトがさずっと当たっててなんか分かりますたまにさステージ上でさここここライト当たってめっちゃ暑いみたいなのがもうずっとみたいな。 感じだっためっちゃ暑かったよこんちくわこんちくわ楽しかったよかった馬娘さんだってのかなの声優さんかわいかったあっ1個いたんだで私たちの1個さ前の出番の時私たちのガーの出番の前の1個前の人たちの声めっちゃ聞こえててかわいかった真正面だったね見えてたうちはありがとう。 配信見てましたありがとうコースターとかグッズもあるのでぜひグッズ買ってくださいゲットしてくださいグッズそうなるさんすごいメンバーいっぱいいるからめっちゃ迷ったんですけど <laughs> あそこにいないメンバー書いちゃったなんかさあのさあのー、アンケートみたいなの来たのがめっちゃ前でてか秋葉やばい結構前から決まってて あのー、なんだっけそのアンケート来たのが本当に私がサムネイルの初日迎える迎えた直後とかだったからちょっとね話がずれちゃったんだけど、うん、<laughs> カラオケセットうんコースターゲットしたありがとうドリンク1個買ったら a e のコースター当たってめっちゃついてたええー、嬉しい あお話し会で始めましてしに行きまてにきす1月22日待ち遠しいわありがとうございますうなるさんすごいんですよなんかね本当にね一人一人のことを見てるっていうのがめっちゃわかるだけどなんか私があそこで話したことによってさなんかそうそうキャプテンはそうでいなきゃいけないみたいなのさなんか変になってたら嫌だなって思ってそんなそこまで気にしてない 会場からずっと待っててお腹空いたあええー、並んでくれてたのねご飯、な、ね、私もご飯あると思ってたらドリンクだけなんですね AKB カフェ8月後半にえでもね確かにこれは結構前から来ましたけどアットジャムとかは最近決まったえや,やばいアットジャム本当にやばい YouTube で見てたよ、かみたよ、七七シコメント、感動してありがとう。ラーメン食べてきたのえ、絶対暑いでしょ。コースター、2枚とも七瀬さんだった七瀬さんのお母の方。でもさ、みんなさ、うちわとか持ってたからさ、見つけやすいね。私、七瀬さんの、何僕、私、七瀬さんのコースター当たったんですけど、あやめの持ってませんかみたいな。聞けそう。あ、そう、AKB カフェと物販は明日もやってる。で、グッズはね、オンラインもあるので、ぜひ。 ゲットしてくださいアットジャムも行く待ってますアットジャムは26日しかも横ありなんですよめっちゃ楽しみ横ありはねいつぶりだろうあのたぶん樹里さんのバックダンサーで出たぶりえそんな前かなわかんないけどあスケブ気づいてくれてこちらこそスケブ見えたよありがとうめっちゃ前一番前って絶対ねずっと待ってたよね <laughs> 交換しててもらってくださいはは自分もトレードしたヤミンコースターゲットしたえ本、ー、当ありがとうそう感謝祭多分あれうん <laughs> あれぶりだと思う横こあり分かんないけど多分ね多分うちは見つけてくれてありがとうこちらこそありがとう見えてたよ えそのあとアットジャム出てるえアットジャムで横割り行ったのかな <laughs> 待って全然覚えてないアットジャムだってさこの前のアットジャムはさ5月に出たアットジャムは横割りだったっけあれえあれ横割りじゃないよね横割りあ横割り行ってるかもわかんないなんか正月のやつとかで行ってる気がするわかんないわかんないもしかしたら行ってるかも行ってるね多分行ってるわなんか若手選抜とかで行ってる気がする わー横わりだーって思った記憶があるわ知り合いが闇に引いたのに交換してくれないんですよ <laughs> めっちゃ強めみたいになってる <laughs> 2枚じゃなきゃダメみたいなこっちくわこっちくわねライブなかったから一瞬だったよねトークイベントだけっていうの初めてだったわ 私のキャプテンはなないかな <laughs> キャプテンやるような人じゃないので待ってこれ一回さこれちょっとどけたいこんにちは本当に急遽始めちゃったけどまた夜もできたらやりますねねえ神奈川だから嬉しい何よりも近いのが嬉しい でもさいつもさ結局レッスン場で一回集まってから行くとかさレッスン場でリハしてとかメイクしてから行くってやったらさ結局変わんないんだよねそうこのワンピース可愛いいよね長友みんみんちんは数年後なってるかもしれない絶対ない世界 ハーフアップにしました三つ編みとめっちゃ悩んだんだけどなんとなくトークショーだったんでハーフアップにした偶然今日仕事が近かうん仕事が秋葉原だったんですよあやみ見えて嬉しかったですえー、そうなのすごい秋葉原でお仕事してるんだありがとうアットジャムいつも横ありかじゃあ出たことあるわアットジャムうん確かに分かった思い出したどのどの回かも思い出した あれだ私がショートの時髪の毛短くして重力シンパシーとかやった時のあの若手のアットジャムアットジャムかななんか年明けのやつああもう思い出したわ後継まで思い出した <laughs> そうなんかあれがあるんですよねあの花道みたいなもうこれから日比谷行ってくるまたね秋葉やバい楽しかったいってらっしゃい日比谷って野外だよね気をつけてくださいね体調 今日久しぶりに直接ライビブ見れたありがとう思い出した思い出した仕事で行けず泣きそうでした今日のねでもアーカイブもあるので是非そちらも本当に喋ってるだけだけど <laughs> マジ歌ったり踊ったり何もしてない本当に喋ってるだけだけどもしよかったら見てくださいね劇場以外で秋葉原で行くってなかなかない何だろう福袋のお渡し会とか あと、あのー、あれもだったよね。なんだっけ。あの、アプリのやつ。株主総会株主総会も秋葉原でやった。それぐらいかな。ね、劇場以外で行くってあんまりない。うん。的なトークだったありがとう。 席の距離を取るために花道なしとかだったらえいやそれはないと思う花道はねあると思う多分分かんないけど <laughs> みんなあとのくるの言いづらさでだエくるみのも可愛かったてか暑くて本当に暑くてくるみとずっと「え暑くない?」って <laughs> 言ってた本当ねライトが直撃だったのそう総選挙あった時はベルサールでイベント えそうなんだ「ベルサール」ってさしかも初めて聞きましたなんかさ室内かと思ってたらさあんな外でもう外からさ普通に道端から見えるところでやるなんて思ってなかったからびっくりだったねえあんなとこやると思ってなかったよねあのね皆さん12分3時12分ん4時12分になったら教えてくださいあトークショー見てきたよありがとう クミてそうだった会場のほか面の方からも関心の声が上がってましたえう、ー、嬉しいそうでもなるべく返すようにしてるんですけどいやたまっちゃったりする時もあるあの2日間お話し会とかがある時はまとめて返したりとか道から見ええ、見えてなかった道からはい ょうん。18分くらいだったらちょうど30分くらいでしょ。18分くらい。ああ、いいのうん。いいうん、ありがとう。エリーちゃんがいます。十八じゃあ20分に終わろうかなああ、いいよ。18分になったら教えてください。えでそう、道の道の道からすぐ見えるとこだったの。<laughs> エリーちゃんです。 そうそう AKB カフェやった時はあイベントあったよそれこそエリーちゃんのなんか生誕イベントみたいなやつに株主総会だけどのそれに出たりしたよあ画面も道から見えてたんだ今帰りの電車で見てますありがとうここんちくわこんちちくく <laughs> 急に空間と話しだしたうん違いますそう皆さんリップグロス久しぶりのリップグロスもお楽しみになんて略すか決まってないのんなんて略すか決まってないのないな久しぶりのリップグロスああ久黒であかわいいああ久黒 膝黒いやばいつ。膝 <laughs> リップいいんじゃい、ん膝リップ。膝リップ可愛い,い。膝、うん、っぷ。キャラクターの名前みたい。こんちくわ、こんちくわ。楽しみですね。うん、浴衣の女性がいて、夏の感じ、ええー、お祭りとかなのかな、今日。でも。 その何だっけベルサールの前にも浴衣の人いました浴衣着てる方今日のイベントの場所よくイベント開催してる場所ですねあ,あそうなんだよく使われるとこなんだねニカニカこんちくわこんちくわ今日夜も配信する予定ですかいや今んとこしらい予定ですで明日お話し会あるので明日もそうだってか皆さんそう 毎日配信中だったたたけどお待たせしましまあ,あ、明治神宮が花火なんだそうなんだえー、絶対電車混んでるじゃんね明治神宮って明治神宮えー、そうなんだ混んでるかな秋葉原近いもんねだっていや夜できたらするねーだと思ったけどしない気がしてきた <laughs> わかんないけど や私まだツイッターも更新してないんですよ今からツイッター更新しますのでちょっと待っててくださいね込みそうだねそれこそ3年前の16期のカフェイベント懐かしいわあ、なんだろう16期のカフェあれ私何回かやってるんだよねかなちゃんとおりんちゃんと3人でやったのとイ田、ま、ちゃんとズンちゃんとあのセブ島のお礼イベントみたいなツ <laughs> イッター 待ってて今日お弁当はなかったですけどあれジュースは飲んだよみんなと一緒のやつ見ましたそうそうみんぶんりで出たやつあれちょっと待って誰だああ陽一さんごめんかみないわ今陽一さんタワーありがとうかわいいそのタワー 覗いてるやつありがとう陽一さんどうもありがとうございますいるかないたらなんかスクショしてほしいポーズがあったら送ってくださいあいちごの飲んだ一緒いちごかレモネードだよねいちごのやつ飲みました私も美味しかった秋葉やばいのツイッターのコメント見たよあ動画かななんか動画撮りましたそれかな そう,うんレモネードなんだ両方とも飲んだえすごでも喉、ね、乾いてたらどっちも飲みたくなるよねレモネード気になるなレモネードの方が人気そう分かんないどっちが人気なんだろう暑かったりさ暑いところだったら絶対レモネードのあのシワシワおいしそうだよね 雨ふっあふっちょっと降ってたけど私たちのところは屋根があったから大丈夫でしたでもなんか奥の方に傘さしてる人ちらほら見えたからあれ雨降ってるのかなって思いながら見てたどうなんだろう今降ってるのかなエやみのコースター引きたかったからえー2個も買ってくれたのありがとう缶バッジとか缶バッジはランダムだけどタペストリーとあのー、ねなんだっけ アクスタはランダムじゃないのでぜひゲットしてくださいそのベルサールでも買えるしオンラインでも買えるオンラインは28日までとかだったかな確かいちごはいちごミルクの味だったえなんかさいちごスムージーって売られてるのかなあれわ <laughs> かんないけど何て,ていう名前で売られてるのかわかんないけどさ本当になんかいちごの原液ジュースみたいな感じだよね では生クリーム混ぜて飲めばさ、ちょうどよくなりそう。ネットでグッズ買おうかしら。ぜひ。買ってください。あ、アクスタ予約した嬉しい。ね、アクスタって人気だよね。わかんないけど。なかなか出ないもんね、アクスタ。ぜひゲットしてください。アーカイブはいつまで見れるんだろう。えー、多分永遠に見れるんじゃないわかんないけど。 あ、そう波動もアクスタあるのそうそうアクスタ欲しかったんでネットで買いましたええー、嬉しいありがとうえー、みちゃん見に来れたありがとうこんにちはこんにちはうんハニハモのイベントの時にもあった今まで出たのはハニハモと成人式とあーっとんだろうハニハモ成人式 波動かなアクリルキーホールダーあったのああと今回のもその4つとかな気がする分かんないけどああとなんかめっちゃでかいやつ最近 AKB から出た最近ちょっと前に出ためっちゃでかいやつずっとガチャガチャ見てるけどサーナのやつないねえあれ全然見つかんないよねもうなんかなくなってきてるのかな一瞬じゃないのかなでも秋葉原ってさ めっちゃゃガガチャガチャャあるじゃないですか私も劇場に行くまでにガチャガチャ見つけたらいつも探すんだけどないの本当にない「ハニハモのアクスタ」は家に飾ってあるええ本当？ありがとうああマ,マジムリ私のアクスタもあったっけあるか確かにマジムリもあったわってか真面目にから今日1年なんですよ そうだよ今日で、ね、1年だよさっきでちょうどさっきてか電車でずっと見てた昔1年前の写真やばえ,えってかこの時期だったんだって感じもっとなんかね<え>夏真っ只中にやってるイメージ確かにえっったのそうだよ<ば>稽古期間がまずめっちゃ長く長くなかった,長かったねだって7月のもう中旬下旬ぐらいから 8月の終わりまでマジでずっとマジ無理だったもんだからなんか去年買った私服とか着てないの夏のしかも朝集合でさ夜のさ9時とかさそうずっとだったよねた12時間ぐらいやったうんだってさ夜かけるそんな長くなかったよね長くなかったマジ無理はねそうダンスとか歌も多かったからねラウドネス懐かしくない ですああ。ですです <laughs> めっちゃ懐かしい。ねえ、懐かしいね。今日のメンバー多かった。真面目に出てた人。そうだよ。もう一年だよ。昨日見返してた。うん、波動のアクスタ届いたんだ。嬉しい。 いいあ全然いいよ,よいあ待ってミュートにするじゃんラウドロスそうだよお母さん役やってたのもうちょうどその時ですからね 懐かしいですね本当に <laughs> ねえ、ねね、てか <laughs> 今日めっちゃ面白いことがあってさきょんちゃんがお誕生日だったんですよ。でねきょんちゃんがずっと私のこと「推しメン」って言ってくれててでこれからも推しメンでいさせてねって書いたんですよ。 きょんちゃんの推しメンでいさせてねっていうのは書かわずに普通にそう普通にこれからも推しメンでいさせてねって書いたのそうきょんちゃんのって入れずにね <laughs> そしたらきょんちゃんがさその返信でさた私はきょんちゃんの推しメンでこれからもいさせてねって意味でリップを送ったんだけどきょんちゃんは私がん きょんちゃんは私がきょんちゃんのことを「推しメン」って言ってるって勘違いして <laughs> それでなんかリップの返事で「え推しメンに推しメン」めんね、めんって言われたなんて朝からやばいですみたいな書いてて <laughs> そう私の書き方がいけなかったんだけど、ね、最初さ言うそれに対して突っ込むかもう突っ込まずに話をそのままにするかめっちゃ迷ったんだけどでもきょんちゃんだからいいなと思って <laughs> そう返信しました。 あきょんちゃんの推しメンでいさせてねって意味だったんだけど<笑>爆笑爆笑ってきょんちゃんだから言えたことそうそう推しメンって言ってくれてねあのきょんちゃんの YouTube で推しメンってのっけてくれてそのきょんちゃんの YouTube きっかけで好きになってくれた方とかいるから嬉しいですねいやもちろん推しメンですよやっぱねドラさんはずっとみんな一緒にいたのでみんなドラさんかわいいから みんなドラさんなさやっぱさ推しにはさなんか好きっていう感情ももちろんあるけどさなんか好きっていう感情よりもさなんか幸せになってほしいとか笑顔になってほしいとか何かいいことがあってほしいなっていうさ意味が強いじゃないですかそういう意味ではやっぱドラさんみんなそうだからさもちろん間違いないんだけどね <laughs> めっちゃおもろかった笑っちゃった一人で。 人によってはスルーしてたかもしれないけどきょんちゃんだからツッコめた MC の話ができたから MC のネタ作ってくれてありがとうってこ <laughs> んはこんはそうそうそうねっ YouTube 出たいつか。 お待ちにするとねプロポーズされてたのそう <laughs> それを見てないまでね大食い呼んでほしい大食い自信ある気がするな分かんないけどうん12分ありがとう17分になって教えてくださいあと5分 うん、でもさなんか YouTube の大食いってさもう最初からさ机に並べられてるじゃないですかやっぱその映像がさ見応えあっていいからさなんかだんだん出てくるっていうよりはさもう最初から机にドンって載せられてるからさ絶対なんかもう見てお腹いっぱいになっちゃいその気がするんだよねなんか分かりますどどんどんささおかわりとかで出してもららえたらさ の方がが食べれる気がする気す激辛は食べれないです激辛いけないんですよねそうそうそう机に並べられてるのを見てお腹いっぱいになっちゃいそうでもコンビニ1万円企画とかえわ分かるそうそうそうじゃない大食いといえば ST の田中美穂林あえなんかそれみちちゃんとかが ツイートしてたので見た気がする。協定ニュースに出たんですよね。すごい。十七分になったらさらに二十二分まで配信するの。うん。十七分になったらあの二十分に配信終わるので、十七分になったらランキングとギフト読みます。よく食べる方です。この前もめっちゃ食べて、えそんなに食べるんだねって言われました。 ぐらいなんかうんよく食べるなんか差がある食べる日と食べない日みたいな昨日だったら全然食べないけどその前だったらめっちゃ食べるみたいな日によってって感じかな毎日暴食ってわけではないあファミレスの全メニュー正解それいいね波動のアクスタ売ってなくてああもうあれなのかな販売期間終わっちゃったのかも しれないです。そんな食べるように見えないえー。めっちゃ食べ。ます。本当に食べるよ、うん。うん。でもね。最近はなんかお肉よりも魚選ぶことが増えた。焼肉とかめっちゃ大好きだけど、単子葉とかも大好きだけど、なんかお弁当でお肉と魚があったら魚選んじゃうことが増えました。 一人ラーメンしたことないけど一人ネギシはしたことある一人ネギシとあと一人あっ大戸屋とかも一人で入ったことあるラーメンはまだしたことないなでもなんか一人まる別に行ける人です焼肉とかだったらちょっと躊躇しちゃうかもしれないけどでも一人焼肉とかがさあるところいっぱいあるじゃないですか今そういうとこならいけるけどなんかなんていうの ファミリーたちがいいっぱい来てるさ何牛角とかで一人はちょっと寂しいかもうんお洋服かわいいこれねかわいいだよねこの前お話し会できためっちゃ安くてピンクとピンクと黒と何があったかなあとピンクと黒となんかベージュみたいなのがあったけど ンク買いましたえっ、ー、南が1人で焼肉ライクかわ <laughs>、はいい焼肉ライクとかあったらねそうそう1人用だもんね秋葉原にもありますよねてかええー、あーもう狭いんだもうぎゅうぎゅうなんだね本当に1人1人のためのみたいなえー、そう食べ放題1人はさすがに行かないかな でも割と一人で行動できるタイプです。それこそさ、高校生のときとか、空き時間とかん、食べたりとか。ぎゅうぎゅう、ぎゅうぎゅうってめっちゃ高い焼き肉屋さんだよね。あの、YouTuber がよく行く。行ってみたい、いつか。 うん、あと30秒で17分ありがとう今は600円だけど昔はワンコインだった焼肉ランチやってるチェーンが千葉にあるええー、500円で焼肉食べれたらね私そんなにお肉のいい悪いあんま分かんない人なんですよなんか別にペラペラのお家で焼肉やるってなった時に全然 ペラペラの豚とかでも満足できる人なんですよだからそんなになんか悪いめちゃめちゃ悪いお肉とかじゃない限り食べれるから別にワンコインでも気にならない <laughs> 逆にステーキとか食べ過ぎるとなんか胃もたれしちゃうあっ17分なったありがとうじゃあまずギフトから読んでいきまーす片たばたたさんペンギンヒップさんてるてる坊主さん タルさんてんぎっぷさんたかさんあいあいたるさんてるてる坊主さんたまちゃんうんコピユイチローゆういちろうさんたかさんああこれあれらねギフト更新されてますね <laughs> すいませんよいちさんたわありがとうございます そしてランキング。ね、重たいゃうよね。わかる。13位、ゆっティさん。ありがとうございます。12位、アルニストさん。ありがとうございます。11位、ユうスケさん。ありがとうございます。10位、てるてる坊主さん。ありがとうございます。9位、ペンギンヒップさん。ありがとうございます。8位、カナリアさん。ありがとうございます。7位、渡るアット。 みんがあアヤミンがえに、な何何何,何で何でえこれ何えなんか変わったなんかさタッチできないんだけどなえええー、ごめんなんかアットマークの後読めない渡る <laughs> さんありがとうございます6位高畑ゆりなさん5位なぎさちゃん4位けんさん3位あタッチできたなんだろう3位テトさん ありがとうございます。二ずみさんありがとうございます。洋一よういちさんです。ありがとうございました。まありがとう。ななんでこれ見れないんだろうね。なんか出てこないわ。配信ありがとうこちらこそありがとうございました。みんな四日ぶりのショールームになってしまいましたが楽しみに待ってください。また。 明日はお話,し会です、ね、お話し会も今受付中なので乾杯の部も本当にありがとうございます明日ね6789<ー>朝の人一部かなーえー、いつも一緒なのにね大体うーん違うんだね明日一緒が良かったな秋葉山いのグッズ買いますありがとう買ってください久しぶりに見えて楽しかったですありがとう今日も可愛くてありがとうございました ありがとう。話し会よろしくお願いします。明日はね、そう明日おしわし使えなかった気がする。六と九は、七と八が使えるのかな。三回が使えないって感じですね。そう久しぶりのキューブ。では皆さん見てくれてありがとう。またね。あ、ちょっとスクショタイムしよう。うんうんうん。うん はいチーズう、うんうん、バイバーイこの後ツイートするので待っててねうんこちらこそありがとうではさよならありがとうございましたまたね一瞬映していいいいよ <laughs> バイバーイ,バイ,バーイ ありがとうございましたまたね